私の作った献立表ちゃんと作って食べたか？おお、あれすっげーうまかったぜ。あー、でも一個だけ主任がどうしても許せないって言って献立通りに作らなかったメニューがあったな。何のメニューだ？酢豚。なんで酢豚が…まさかお兄さん、酢豚にパイナップルは許せない派なのか？ああ、だからパイナップルの代わりにみかん入れた。みかんはいいのか？次回、青足最初のファン。ひょっとしてピザにパイナップルも許せない派なのか？